20歳代後半の山本山本正信は日本の柔道家。選手として戦前の全日本選手権大会で連覇を達成した他昭和天覧試合や明治神宮大会等でも活躍し指導者としては出身地の兵庫県にて各学校や警察の柔道師範を務めるなど昭和時代の柔道界を牽引した柔道家の一人であった。 兵庫県神戸市に生まれ、小学校5年児より大日本部特会兵庫支部にて、田辺又右衛門や小津野渡る三次らの下で柔道を始めた。小津の教えである、稽古中は、絶対に休むな、どんなに強い相手でも、全力を傾倒して、倒しに行けを子供ながら忠実に守り、これを実行したという。県立神戸商業学校に進学してからは、藤田群蔵の訓導を受けた。 この頃の兵庫県中学柔道会には、小谷住之を対象に、全寮制で毎日4から5時間の練習を重ねる、三陰師範学校や、早川正を、チームの軸に据えて、旧正六校の合宿に参加し大人顔負けの稽古を、積んだ、神戸一中など、名だたる競合がひしめいていた。そのような状況下で、山本は、競合のライバルたちを打ち負かすには彼らをもしのぐ稽古。 以外に、方法はないと腹を決め、学校の修行前と昼休みにそれぞれ40分、放課後3時間に加え、夜間は週3回長道場で2時間、さらに日曜日と祭日は、内田深夜が監視を務める順道館にて2時間といった、具合に平均で1日5時間以上の猛特訓を重ねた。それでも在学中に、 三陰師範の厚い壁を破ることは叶わず、喧嘩大会では優勝できないまま、中学校生活を終え、山本をはじめ神戸商業の部員たちは、悔しさに涙したという。なお、山本は、この間1923年11月付で、行動館へ入門し、翌24年1月には2段くらいを取得している。1924年3月に卒業後は家業である。 精米業を自営し、1928年12月には、兵庫県警察部警察官練習所の教師を任ぜられて、神戸水上、吹き合い、相生橋の各所にて、柔道師範を務め、警察官の指導に汗を流した。1931年以降は、県立神戸商業高校、神戸商科大学の両校にて、師範、1933年4月より第2本。 武徳会兵庫支部教授を歴任。こうして多くの門政の指導に当たる傍ら自身も選手として活躍し、1931年10月の第3回全国警察官大会で個人試合に優勝。1932年11月の第3回全日本選手権では専門少年前期の部位に出場して準決勝戦で、 鬼の牛島こと牛島達熊六段に優政府をキッスルーも3位に食い込んだ。1933年5月の明治神宮大会では各府県選抜一般の部に出場し予選リーグ戦第一組で和田市田中末吉五段と同点1位となり田中との決定戦に敗れて決勝リーグ進出はならず。1934年5月の皇太子殿下 五誕城報宿天覧武道大会には、指定選手として選抜されて、予選リーグ戦を勝ち抜き、決勝トーナメント初戦で、神田九太郎六段の肩車に新参を舐めたものの、午前での試合という光栄によくしている。身長164センチメートル、体重95キログラムと岩のような体育を、持って沈り込み足や飛べ巻き込み、内股、大内刈り、固め技に長寿。 この間行動間にて1926年1月に3段、1929年6月に4段、1932年1月には5段にレッセラレ、列せられ、第日本部特会でも1931年に5段となり、1933年に同会教師号を排除した頃には、家業の生米業を辞めて、柔道専門家として、ここの道に専念した。 山本が選手として最も輝かしい戦績を残したのは1930年代の半ばで、とりわけ1935年及び36年の全日本選手権では専門少年後期の部に出場し連続優勝を果たした実績は特筆される。35年10月の第5回大会では準決勝戦で富山の強豪、羽田康文五段を体落ちに下し、 決勝戦では、前年の専門総年前期の部の選手権覇者で、山本にとっては、因縁の相手でもある、田中末吉五段と、アイミエルと、雨の中で両者ずぶ濡れになりながらも最後は、山本得意の右飛べ巻き込みで田中を宙に回せ、明治神宮大会で敗れた雪辱を、果たして優勝を成し遂げた。翌36年11月の、第6回大会では準決勝戦で、 エビー516段を合わせ技で破り、決勝戦では前年と同様に、田中末吉6段と選手権をかけて争うこととなった。試合は一進一退の攻防となり、延長2回で死有決せず、3回目の延長戦でも両者の間に優劣は見られなかった。主審を務める磯貝はじめの裁定により、一つ遡って2回目の延長戦の際に、 田中の放った左を外刈りの出花を山本が左、小内刈りで返して、田中を横倒しにしたのを判定材料として優勢勝ちとなり、山本は2連覇を達成。試合後に田中はこんな馬鹿な判定があるものかと憤慨し、山本に対し来年は立派に決着をつけようと約束したが、山本はその後品事変に応唱され両者の再戦が実現することはなかった。 このほか1936年4月の第1回全日本東西対抗大会に西軍選手として出場し、羽田康文六段と引き分けたほか、後期2600年を祝す1940年2月の第2回東西対抗大会では姿節尾五段を羽根越しで破って、蟹京の名人と名高い田代文江五段と引き分けている。地元、兵庫を中心に遠く海外まで、 柔道の振興と普及に尽力した山本は1939年4月に、振興中学校柔道教師、1940年に、兵庫県警察本部司販となって、翌41年2月に、これを辞し、以後は41年4月報徳商業、大阪商船報告議会、1944年3月に、香港の南市派遣艦隊司令部、同年4月に、 英安講師にてそれぞれ柔道師範となり、後進の指導に当たった。引き続き現役選手としても、精力的で、年齢別を排するとともに、名称から、全を取って、日本柔道選手権大会と解消した1941年4月の、第10回大会に7段くらいで出場。しかし、当時35歳の山本は、初戦で、長崎の松田豊五段に優勢不起死して、 上位進出はならなかった。戦後は1947年10月の全関西対全九州対抗大会に全関西軍の首相として出場し、1952年11月の全日本年齢別選手権へ48歳以上の部で出場した記録が残る。また、1945年11月より、兵庫県警察本部の市四49年3月に、 国家地方警察兵庫県本部の議官、1954年4月に神戸大学市販、1961年10月に神戸税関の師範をそれぞれ務め、加えて1946年に兵庫県柔道協会の初代副理事長に着任し、後同会副会長や近畿柔道連盟理事などの重責を担って、近畿柔道会の応募所として活躍。 1948年5月には8段位を隠居されている。山本は戦後の柔道界に対し試合でのポイント制導入による技の変質について警鐘を鳴らしていた。GHQ による武道禁止の方針に対して当時の柔道界が柔道は武道でなくスポーツであると強調し禁止解除へこぎつけたまでは良かったが、いずれは 精神教育の場として再考する予定であった。柔道はいつの間にか本来の目的を忘れ、監修本位の柔道へと変質し、山本は当時の現状を非常に嘆いていたという。曰く、度重なる審判規定の改変は、柔道のレスリング化をもたらし、かつての背負い投げや足払いは失われつつある、重欲後を制す柔道の復活のため、 組み方や姿勢に対する審判規定の改善を望む、とのこと。1981年4月に当時、最高段位であった球団に商談し、1984年6月に、心不全のために死去した。ありがとうございます。